流災肝人正澄が、強化百物語より、魔風精霊風は、長崎県の後藤地方に伝わる、妖怪、伝承。単なる風であり実態はないが、この風に当たると急病になったり倒れてしまうなどの、最悪が降りかかるという。盆の16日の朝に吹くと言われ、死人の霊を、この風が運ぶために不幸なことが起こるといい、後藤ではこれを避けるため、 盆の16日には決して墓や墓道に行かないという風習がある。名称の精霊はアニミズムや西洋の神秘主義などの精霊ではなく仏教用語での死者の霊を意味する精霊を意味しており、盆時期に先祖の霊と共に無縁物も現世に現れ、そうした霊が突然の発熱や乙寒などの原因と考えられたことに由来する。また、この時期は夏バテを起こしやすいことが、 病気をもたらす、風の伝承につながったとする見方もある。同じ長崎の行き投においても病気を、風の仕業とみなす、民間信仰があり、墓地などで死者がつくものを死料風、少者の恨みがつくものを精霊風といい、校舎の場合は、胸の苦痛などをもたらすという。このように、悪霊の類が吹かせて人間に害を及ぼすという、魔性の風を魔風と呼び、 同様に魔風とされるものは日本三大極地風にも数えられる。日本海沿岸の清川だし、愛媛県の山地、三重県桑名市の一目連など日本各地に見られる。季節の気象条件と地域独特の地形がもたらす局所的な突風がこうした魔風の民間信仰の由来となっていると考えられている。ありがとうございます。